国際純正、応用科学連合。国際純正、応用科学連合。国際純正、応用科学連合。IUPAC は、各国の科学者を代表する、国内組織の連合である、国際科学会議の参加組織である。IUPAC の事務局は、ノースカロライナ大学チャペルヒル校、デューク大学、ノースカロライナ州立大学が経営する、リサーチトライアングルパーク。 アメリカが州国のオスカロライナ州にある。また、本部は、スイスのチューリッヒにある。2018年12月4日現在の事務局長は、州その大鳥が務めている。IUPAC は19、1919年に、国際応用科学協会、インターナショナルアソシエーション・オブ・ケミカル・ササイアティスを、引き継いで設立された。会員となる各国の組織は、 各国の科学会や科学アカデミー、または科学者を代表するその他の組織である。54カ国の組織と3つの関連組織が参加している。IUPAC の内部組織である命名法委員会は元素や化合物の命名の標準 IUPAC 命名法として世界的権威として認知されている。創設以来 IUPAC は 各々の責任を持つ多くの異なる委員会によって運営されてきた。これらの委員会は、命名法の標準化を含む多くのプロジェクトを走らせ、科学を国際化する道を探し、また出版活動を行っている。IUPAC は、科学やその他の分野での命名法の標準化で知られているが、IUPAC は、科学、生物学、物理学を含む多くの分野の出版物を、 発行している。これらの分野で IUPAC が行った重要な仕事には、核酸塩基配列コード名の標準化や、環境科学者や、科学者、物理学者のための本の出版、科学教育の改善の主導等である。また、最古の委員会の一つであるによる元素の原子量の標準化によっても知られている。科学における国際的な標準の必要性は、 1860年にドイツの科学者アウグスト・ケクレが主催する委員会により初めて提唱された。この委員会は有機化合物に対する国際的な命名システムを作るための初めての国際会議だった。この会議で検討されたアイデアは有機化合物の IUPAC 命名法のもとになった。IUPAC はこの会議を引き継いで設立され最も重要な 歴史的な科学者の国際連携の一つとなった。この時から IUPAC は公式な有機化合物命名法を発展、維持する責任を持つ公式機関となった。IUPAC はそのようなものとして1919 19年に設立された。この初期の IUPAC から除外された有力な国の一つはドイツである。ドイツの除外は 第一次世界大戦後の連合国からのドイツへの嫌悪感のためだった。ドイツは最終的に1929年に IUPAC に加盟した。しかし、ナチスドイツは第二次世界大戦中に IUPAC から除名された。第二次世界大戦中、IUPAC は連合国側に就いたが、戦争自体にはほとんど巻き込まれなかった。戦後、 西ドイツは IUPAC への復帰を許された。第二次世界大戦以降、IUPAC は妨害なしに科学の命名や方法を標準化することに注力している。IUPAC は、各々異なる責任を持つ複数の委員会により運営されている。委員会は、以下の通りである。シャムロン、世界のニーズへの科学研究の適用委員会、科学教育委員会、 科学と産業委員会、出版及び電子出版委員会、評価委員会、執行委員会、財務委員会、術語、命名法、記号のための部会館委員会、プロジェクト委員会、諮問委員会、各委員会の委員は異なる国の組織から選出される。IUPAC から科学に関する規定などを定めたルールブックが発行されている。これらの書籍はまとめて、 カラーブックと呼ばれている。その他にもという公式ジャーナルがワルテルデグロイター出版から毎月発刊されている。前述のように IUPAC 委員会は有機化合物や無機化合物の公式な命名について長い歴史を持つ。IUPAC 命名法はすべての化合物を一式の規則に基づいて一位に命名するために発展してきた。最初の版は 国際応用科学会議からの情報に基づくもので、1900年に出版された A ガイド 2IUPAC オーマンクレイチャーオブオーガニックコンプーンズである。有機化合物の命名は、置換期、炭素さ、設備時の3つの部分からなる。置換期は、主要な炭素さに結合する、感能元であり、主要な炭素さは、最も長い連続する鎖である。設備時は、 分子の種類を示す。例えば、アンという設備時は、ヘキサンのように、単結合の炭素差であることを表す。シクロヘキサノールを例にとり、IUPAC 命名法の構造を示す。二つの設備時が融合して、アノールとなっており、単結合の炭素差に、アルコール元が結合していることを示している。基本的な IUPAC 無機化合物命名法は、 カチオンとアニオンの二つの部分から成り立っている。カチオンは静電化を帯びたイオン、アニオンは不電化を帯びたイオンの名前である。無機化合物の IUPAC 命名法の例は塩素酸、カリウム、ポタシウムクローレイトである。IUPAC はアミノ酸や核酸塩基を同定するための高度を与えるシステムも持っている。IUPAC は アミノ酸の長い配列を表すコードのシステムを必要とした。これにより配列を比較してホモログを探索することが可能となった。この配列は1文字または3文字のコードから構成される。このコードによりタンパク質を構成するアミノ酸配列をより簡単に短く記載できるようになった。核酸塩基はプリン、アデニン及びグアニンとピリミジン、 シトシン及びチミン、または、後ルからなり、これらが DNA や RNA を構成する。このコードを用いることにより、生物のゲノムをより容易に表すことができる。アミノ酸のコード、24アミノ酸と3つの特殊コードは、以下の通りである。2011年に行われた世界科学年は、IUPAG というネスコが中心となって進めた。もともとは、 イタリアのトリノで行われた IUPAG の総会で提案され、2008年のユネスコの会議で承認された。世界科学年の主要な目的は、公衆の科学に対する理解を深め、科学の世界に対する興味を増すことであった。また、若者を科学に関与させることや、科学が人々の生活を改善してきたことを称える、この目的の一つであった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。